どうも皆さん、こんにちは。ほうです。今日もですね、グランドセフトオート5で警察官になっていきたいと思います。今回はですね、ちょっとね、生放送でもお見せしたんですけど、まずちょっとね、僕の家見ていきましょう。素晴らしいお家をね、ちょっと紹介したいと思います。いやー、見渡す限り晴天です。11時12分って書いてあるわ。これ完全遅刻だね。上司に怒られちゃうね。ちょっと急いで準備したいと思います。で、ここがね、僕のね、クローゼットになってます。こんな感じでね、いろいろ、女性ものの靴があるんですけど。なんかこんな風に服も、ちょっと待ってね、これ。なんかこの人、なんか女装が趣味みたいですね。こんな感じで、女性下着があるんですけどね。じゃあちょっとね、この緑ジュース飲んでいきたいと思います。もうこれ飲まないとね、朝が始まらないんで。オッケー、うまいな、これ。じゃあ、行きますか。会社じゃないわ。仕事場に急いで行きたいと思います。で、僕住んでる番地はね、2874っていうとこなんで、皆さんね、ここ覚えておいてね、Amazon 送ってください。欲しいものリストにね、欲しいもん入れてるんで、Amazon で送ってください。で、これがね、僕の車です。これでちょっとね、警察署の方まで行きたいと思います。おぉ、めっちゃ高そうな車走ってるな。まあ、ここら辺はね、すごい高級住宅街なので、あんな感じでね、ロールスロイスみたいな車もね、走っております。めっちゃゆっくり動いてるな。いや、すごいゆっくり。20キロぐらいで運転してますね。乗ろ。キーボードの音が好きって書いてあるので、ちょっとね、キーボードの音めっちゃ入れていきましょう、今回は。どうですか？なんかこれ心地いいのかな？僕も結構好きなんですけどね、キーボードの音は。で、今なんか茶色の軸かな？なんか青軸とか赤軸とかあるんですけど、その中でも一番静かな茶色軸っていうのを使ってるんですけどね。それでも結構音が入ってると思います。まあ、今日はですね、警察官の一日ということで、まず出勤までね、のんびりとやっていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、出勤するんですけど、出勤中もね、何か犯罪が起きてないかしっかりとね、隅々チェックしながらね、やっていくんですね。素晴らしいですね。まあ、そしてね、事故は起こさないようにね、そこら辺はもう慎重に。もう事故を起こしてしまうとね、もう大変なことになるんで。では前回いただいたコメントをね、返信しながらやっていきたいと思います。日本警察で生放送。今度ね、生放送するときは日本警察バージョンでやってみたいと思います。お疲れ様です。アメ車もいいですね。引っ越し、新居動画待ってます。っていうことで。一応ね、録画はすることはできたんでね。あとはどういう風に編集していくかっていう感じですね。生放送でみんなが参加できるようにしてください。そんなことできませんか？みんなが参加できるゲームといえばなんだろうね。マインクラフトとかしか思いつかないんですけどね。マインクラフトだったら結構たくさんのね、20人とか30人ぐらいだったら参加できるんじゃないかなと思うんですけど、でもね、荒らす人が出てくるかもしれないよね。そこら辺の対策とかも必要ですけどね。あと警察のゲームだったらフラッシングライツがみんなでできるよね。どういうことだ？再生回数1回、いいね16。とんでもないね、バグってますね。そんなこと起きるんだね。ぜひやってほしいモッドがあるのですが、どこでお知らせすればよろしいですか？モッド受付メールとかを教えていただければ嬉しいです。今のところね、公式ブログがちょっとね、閉鎖中になってるので、また再スタートさせたいと思います。再スタートさせたらもうそちらから送っていただけるので、まあ、Twitter の方に送っていただければね、いいんですけどね。久しぶりに前やってたバミューダトライアングルでサバイバルするやつやってほしいなーって。めっちゃ懐かしいね、それ。え、すごい懐かしい。多分1年ぐらい前の話だよね。久々に聞いたな、それ。ホーさんの動画をいろんな人に見てほしい。とっても面白い。嫌なことがあってもホーさんの動画見たら忘れるわ。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。めっちゃ嬉しいです。皆さんにやってほしい動画をアンケート取ってみたらどうですかっていうことですけど、皆さんどんな動画がね、見たいかっていうのをぜひコメント欄の方に書き込んでほしいなと思います。できるやつはね、どんどん採用していきたいなと思います。警察が普通の市民の人を殺すなんて、これは事件か？いやもうこれはね、本当に大事件ですよ。なので、こんなのがね、世の中にリークされてしまったら大変なので、
写真撮影してる人はね、カメラ没収っていう感じですね。友人でコルベット乗ってる子いますよ。自分も乗ってみたいですよ。すげえなそれ。僕も乗ってみたいわ。京都鉄道博物館に行きましたっていうことで、僕もね行きましたよ博物館に。動画もね撮ったので、またね今度アップロードするかもしれません。よし、ということでなんとかですね職場の方まで到着しました。じゃあ車はですね、いつもね適当に止めてるんですけどね、ねここは警察車両がね入る場所なんで横に止めてます。よし、危ない危ない危ない。今日は誰もいないみたいだ。急いで急いで急いで制服に着替えよう。父親がマクラーレン 570S を買ったので乗ってくださいお願いって書いてあったんですけど、すごいねお父さん。まあ、今回はねその車両ではないんですけど、同じマクラーレンのパトカーに乗っていきたいと思います。マクラーレンの P1 っていうパトカーですね。ちょっとねライトをつけるとこんな感じになります。めっちゃかっこいいよねこれね。結構前にもう乗ったことがあると思います。いつの頃か忘れたんですけど、多分3年ぐらいの前の動画でねマクラーレンは乗りました。あーちょっとバグってるね。ナンバープレートが点滅しちゃうっていうね謎のバグが発生しちゃってるんですけど、まあ、やっていきたいと思います。すごいねこれかっこよすぎるだよね。やばいやばい、車高が低すぎてなんかタイヤがもうスレスレなんですけど、こんな感じになってますね車内は。ご覧ください、どうでしょうか。すごいなんか速そうですね。めっちゃスピード出そう。オッケー、これでちょっとねどこパトロールしようかな。まあここら辺高級住宅街をねちょっとね優雅にねパトロールしていくっていうのは面白そうだなと思うので、そうしましょう今回は。まあこんな感じです。あーちょっとウインカーも一応つくみたいですね。あーすごいこのねこの波打ってるウインカーいいですね。パトカーのサイレン音がすごい響いておりますけど、おー見てください。で、うわー何やってんだ君。ちょ、危ない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 。ぶつかってこんなよ、ほんまに。何してんだ。どこ見て運転してるの。ちょっと危ないですよ。ちょ、バックしよう。何をしてるんだ、こっちはね。もう、本当にとんでもないですね。逆走で止まってますね。何をしたいんだ。うわ、もうぶつかってるよ、パトカーと。パトカーとぶつかっとるし、本当に。とんでもねえな。逮捕したいと思いますね。で、僕が思うにね、眺めがいい場所ってね、ここら辺だと思いますね。このビルがね、綺麗なんですよね。なので、こんな感じの眺めがね、めっちゃ好きですね。夕方見たらすごい綺麗なんじゃないかなと思うんですけど。待ちなさい!止まりなさい!さあ、右に行ってくださいね、右に。はい、そこで止まって。ああはい、もうぶつかったね。オッケー、いいですね。よし、もう君はね、降りなさい。車から、かっこいい降り方。めっちゃかっこいいですね。やっぱいいですね、こういうスーパーカーは。扉の開き方がめっちゃ好きなんですけどね。拳銃出しておきましょう。君バックして逃げようとしてんのか、まさか。こらーって送りましょう。免許証を見せなさい。君は酔っ払いか。チェックしながらアルコール検査やっていきたいと思います。なんかお金持ちそうなおばさんですね。めっちゃなんか仕事できそうなおばさんなんですけど、あ、アルコールめっちゃ飲んでますね。 0.168% でリミットの2倍なので、早速ね逮捕したいと思います。車から降りてきなさい。君はもう逮捕する。めっちゃ汚い言葉言ったな。クソったれみたいな感じで言ってましたけど、君はもう終わりです。さあ警察署の方に来てもらいましょう。おお、この手錠のかけ方いいですね。じゃああとは何を持ってるんだい、何を持ってるんだい。触らせて。さあまずはちょっと安全なこちら側まで行っておいて、ここでね、君は何を持ってるんだい、ちょっと触らせてみなさい。おお、なんだこれ。ああ、ただのあの免許証しか持ってませんね。それ以外は何も持ってませんでした。おお、めちゃめちゃ本格的なバンで来てくれたね。この人だいぶね焦ってそうですね。え、あんな車に乗らなくちゃいけないのみたいな。今までこういう高級車しか乗ったことないからね、こういうバンには乗ったことないでしょう。
まあこのバーはねちょっと汚いのでね、我慢しなさい。その綺麗な服汚れるかもしれないけど。さてこれで逮捕されたことをね実感するでしょう。見てくださいこのめっちゃ汚いバンね言っちゃ悪いけど全然掃除してないんでね。あーなんかぶつかってきた。何してるんだ。うわ何やってんだあの車。追いかけましょう。ちょっと待って追いかけよ追いかけよ。ちょっと待ってね、行こう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 。うわーもうぶつかってるぶつかってる。あーちょっと消えてしまったかないなくなってしまった可能性がありますね。今気づいたんだけどね、これちゃんとね後ろのやつ動くんだね。ほらこんな感じでブレーキしたら、あーちゃんと収納された。すごっ、めっちゃリアルやなこれ。じゃあちょっとやっていこう。お昼ご飯食べました。ちょっとねなんかクラッシュしてしまったので、その後ですねお昼ご飯食べてきました。こんな感じのお昼ご飯でした。これでね800円でした。安いかな、安いと思います。でもご飯がねおかわりできなかったので、それがね残念ですね。やっぱ僕ねいつもねお昼とか夜とか自炊してる時はご飯1合食べるんですよね。お昼だけでご飯1合食べたりするんでこのご飯の量は少なかったですね。でもまあ美味しかったです。ハバネロのねデミグラスソースですね。なので辛い感じです。でもちょうどいい辛さでね美味しかったです。おお大変なことが起きたぞ。現金輸送車が盗まれたようですね。とんでもねえこれは。あパトカーが1台追跡中。これどうなってるんだ。あこっち側に来るよね。こっち側に来るっぽい感じなんで、ここで待ち伏せしておきましょう。どこだ、この車じゃないよ。ああ来てる来てる来てる。うおーすごい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 。これはスワットチームを呼ばないとまずいですね。ノーズスワットチームを呼びたいと思います。じゃああとはねヘリコプターも呼んでおきましょう。ヘリコプターってどうやって呼ぶんだなんかちょっと変わってるんでね。ああちょっとわからない。あこれかな、ノーズエアユニット呼んでいきたいと思います。スワットチームのヘリコプター部隊ですね。めっちゃ激突してるやんすごい。僕アタックバンパーないからね、追いかけることくらいしかできないんですけどね。追突はね前のシェリフの方に任せましょう。おおこれはすげえ。 FIB のスワットチームを呼んどくかどんだけ金入ってるんだろうね。なんとしても取り返すんだこれ。あー無理か。大丈夫大丈夫、僕に任せて僕に任せて、僕絶対に逃さないから、この車速いから。おおめっちゃ行ってますね。あーこけた。うわーすげえそれでもまだ動く。大丈夫。あ降りてきた降りてきたぞ降りてきたぞ、めっちゃ降りてきたぞ、めっちゃ降りてきた。ちょっと待って、誰がどこ、うわやばいやばい、撃ってきた撃ってきた踏んどこめっちゃ撃たれてる。あスワットチームがやってますね、スワットチームがやってる、かっこいい。あとはスワットチームに任せましょう。追いかけたいと思いますね。僕は下の方に行った現金輸送車がどこに行ったのか追いかけましょう。んどこ行ったんだあこれ終わったのかなんか終わったっぽい感じですね。現金輸送車どこに行ったんだ。本当にシェリフが爆走してるよ。あーここら辺の眺めもめっちゃいいですね。やっぱロスサントスいいな、こういうとこで住みたいですね。ほら見てよ、こんなマイホームあったらめっちゃ良くない。これこんなマイホーム欲しいわ。おおどうした。ああ何何何何、君ちょっと酔っ払いか。ちょっと待ちなさい、追いかけましょう。よいしょ、行こう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 、逃さないぞ僕は。止まりなさい、止まってください。ナンバープレートチェックしよう。さーてあとはどう。おお見て見て見て、いい感じだね。あ止まりましたね。保険なしになってますね。よしじゃあちょっと行きましょう。逃走するかもしれませんねこの場合。2人乗ってます。ちょっとね免許証見せなさい、酔っ払いですかあなたは。逮捕状もないし大丈夫ですね。あでも前にねあれですね、公共の場で飲酒したっていうので取られてますね。さあまたお酒飲んできてるんですかあなたは。
お酒の検査やってみましょう。さあどうなるんだ。お酒飲んでますね。 0.056% です。確かにね、リミットは超えてないんですけど、反対車線に飛び出してきたりしてもう超危険な運転なので逮捕したいと思います。さあ車から降りてきてください。 LSPD get down on the ground。 LSPD だ、地面に伏せるんだ。よし、じゃあちょっと逮捕していきたいと思います。君は逮捕します。よし、これでいいですね。じゃあちょっとね、こっち側に寄せといて。もう何なのこれすげえ変なことになってる。もうこれ、さあ君は何持ってるんだ。あとはね、あのパトカーに入れる前に調べておきたいと思います。何も持ってないようですね。よし、こちらに1台バックアップ呼びたいと思います。で、隣に乗ってる人ね、助手席に乗ってる人はどうしましょうかね。 ID の方見せて。これでチェックしておいて、バグりましたバグったら手錠だけ落ちるんだあの人どっか行ったわマジか。ロスサントスの警察はどんだけ金があるかっていうのをね、皆さんに見せびらかしていきたいと思います。大丈夫かこの車、何をしようとしてるのえ、何君、え、大丈夫？そんな運転でぶつかりそうだよ。え？君マジで何やってるんだ怖い、大丈夫これ、運転初心者？初心者？何してるの本当に君はなんか挙動不審なことやってるね。怖いよ、引くよ本当それ。君何やってるんだ本当に止まっときなさい。ちょっと危ないですね。後ろの車は移動してください。君一体何やってたんだ。しかもなんか真ん中に止めてるしはみ出して駐車してるんですけど。ちょ待ちなさい。ちょっと白の運転手追いましょう。ちょっと待ちなさい、はみ出して駐車してますよ。止まってください。さあちょっとこっちに来てください。ちょっとこっち、うわー、間違えて殴ってしまったボタン間違えた今絶対わざと殴っただろうって思った人もいるかもしれないけど、本当に間違えたこれE と R 本当に間違えるんだよねこれ。あこれが R のボタンね。 E 押すとね、違うボタンなんですけども、本当これ間違えるんだよ毎回。救急車呼んでおきましたとんでもないことにしてしまった本当。おお、なんかギャングアタックっていうのが出ましたね。ギャングの抗争が発生してるようですね。しかもお金持ちのバインウッドヒルズのとこで発生してるようです。まあこちらの車はね、牽引しておきたいと思います。これ明らかにはみ出してるよね。2つ分のやつを使ってる。ナンバープレートをチェックしておこう。まさか死んでしまったのかあの人。そんなバカな、嘘でしょ。まあ今のところ手当てしてるんで大丈夫そうですけど、マジで死んでしまったよ写真撮ってるわこんな写真撮ってどうする気なんだこれ。あーダメみたいですね。いや、どんだけパンチ力強いんだ本当にパンチ力半端じゃないね本当に。君近づかない方がいいよ。なんでそんな走ってくるんだ。しかも短いスカートで、スカート短い本当。お、来ましたね。じゃああとは検視官に任せましょう。よしよし、回収の方完了しましたね。じゃあ行きましょう。まあこれでね、どんどんね、この観光客がいっぱいいるこの通りを通って見せびらかしていきたいと思います。何やってるんだ。ちょっと待って、一つの例に2人並んでるんですけど、2台の車両ねそんなバカなっていうね。いやそれ危険すぎるよね。いや何やってんの君たちいやこのオレンジがおかしいよね。オレンジがちょっとおかしいやつだと思います。君止まりなさい。一体何をしてるんだ、そんな危険な運転をしてチェックしておこう。さあ進んで。まあ特にね、特に何も手配はついてないんですけどね。ちょっと
ちょっとどいて、ちょっとどいて。歩道に上がってる、歩道に上がってる。何をやってるんだ。うおー、とんでもないですね。君はもう逮捕だ。車から降りてくるんだ。車から降りてくるんだ。よし、待つんだ。なんだこれは、薬物中毒者か。 LSPD だ、止まれ。すごい傷だらけになってるよ。ほら、車体がね、めっちゃぶつかってますね。よし、逮捕する。 OK、 完了しました、逮捕。なんかナンバープレートがちょっと違うね。さあ、お酒飲んでるのかい君は。車の中も調べるよ。お酒飲んでますね。 0.040% でした。よし、じゃあちょっと車の中も調べていこう。お、なんか入ってますね。チェーンソーが入ってましたね。あとはフラッシュライトが入ってました。わぶね、パトカーに引かれそうになってる。めっちゃ危ないな。おー、待って、スモールリボルバーって書いてますね。こちら違法のやつみたいですね。で、ディルドを持ってました。君、そのディルドは何に使うんだ。なんか全然点滅してない。ちょっと待って、プレインハイジャックって書いてある。マジで言ってんの。彼を止めるんだって書いてますね。つまり飛行機のハイジャック犯ですかね。やつを止めろって書いてあるんですけど、そっちまで行ってみたいと思います。 3.6 キロ先ですね。めっちゃ遠いな。めっちゃ遠いけど頑張ってやっていこう。おお、かっこいい。うわー、すげえ。ビルがめっちゃかっこいいなと思いながら見てたんですけど。お、どいてくれるんですね。ありがとうございます。よーし、行きましょう。結構遠いぞ。もう空港あたりにいるんかな。どうなんだろう。これ僕やったことがないんですよね、一度も。新しいコールアウトです。なのでどうなるかは全く予想ができません。今回初めてのコールアウト、楽しみですね。何をやらかしてくれるんだ本当に。さあ、やってきました、ロスサンタス国際空港のとこですね。来ましたよ。200、うわ、なんか跳ねた、怖っ。恐ろしいな。あの滑走路の中に入るんかな。そんな感じでしょうか。滑走路の中に入ってるな。もうすでになんか犯人は滑走路の中に入ってるようですね。よし、じゃあちょっと逆走で向かいたいと思います。おお、これはスワット呼びましょうかね、到着したら。さあ、開けるんだ、開けてくれ。突破します。 OKOK。 あの車か、あのちっこい車、そうなんかな。あ、違うわ、もうすでにハイジャックされてるぞこれ。いやいやいや、なんかすでにハイジャックされてる。いやいや、なんか飛び立とうとしてるよ。ちょ、待つんだ、何言ってん。ちょっと待って、ここに飛び立てないようにしよう。あー、来て、ここにスワットチーム来てくれ。とんでもないことに。 OK、 いいぞ、押さえてる押さえてる。降りてくるんだ、降りてくるんだ。どうやって降ろすんだこれ。降りてくるんだ。何をしてるんだ。降りてこい、降りてくるんだ。 OK、 いいぞ。あーた、うわーわー、すげえ。あー、かっこいい。さすがスワットチームだ。え、撃ち殺しちゃったね。撃ち殺したな、本当に。ということで、逮捕せずに撃ち殺しました。めっちゃかっこいいな、本当に。見てください。スワットっていうより、ネイビーシールズですね。まさかの本当に飛行機が盗まれるとは思わんかったわ。はい、こちら、救急車呼びましょう。じゃあ、ちょっと遺体にね、何かないか調べておきたいと思います。こうやってね、遺体からもね、あの持ち物検査みたいなことができますね。そうすると、あ、使用済みの注射器が入ってましたね。あと携帯電話とフラッシュライトでした。おお、見て見て見て、すごいよ、飛行機運んでるよ。飛行機運んでるやん、本当に。こんなシーン見たことある？初めて見ました。ロスサントスに住んでこれは初めて見たわ。
なんかめっちゃ、うおー、めちゃめちゃ来た。あ、今頃来たんだ、あのノーズスワットチームが。めっちゃ呼んでたけど、覚えてる？めっちゃ呼んでたのが今頃来たわ。到着遅かったな。すごい大量に来た、やば。めっちゃかっこいい。ちょっと到着が遅かったですね。あー、残念だ、こんなに来たんだ。本当に来てくれるとは思わなかった。すごい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 。ちょっとやっぱりノーズスワットの本部からここまでね、少し離れてるんでね。いや、でもこんなにも来ると思わなかった。めっちゃかっこいいこれ。いやー、いいなこれ。じゃあもうちょっと待っとけばよかったね。もうちょっと待っといたら、これで全員を、犯人を囲むっていうね、ハイジャック犯を囲むっていう、これはなかなか見応えがあるな。すごい、めっちゃリアルだね。多分実際にハイジャックしたらこれ以上の隊員が来ると思います。めちゃめちゃかっこよかったわこれ。すげえですね、この車両もいいですよね、シボレーのね。やわー、引かれた、やってもうたな。銃撃戦にならへんね。このアパートに突入したのかな。なんかスワットチームがいますね。え、どうしたんどうしたん、何かあったんですか。ええほら、なんかマンションの前で待機してますね。一体何があったんだろう。わかりませんけどね。おお、これちょっとやっていきましょうかね。強盗犯ですかね。たまりなさい。あ、ということで逮捕状が出てますね。あ、降りてきたぞ、なんか2人も乗ってる。あ、手を挙げてますね。もう1人逃げてるぞ、なんかもう1人、うわ引かれた。うわ、やばい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 、銃持ってるこっち。 OK、 倒しといた。さじめに伏せるんだ。なんで君抵抗してきた、警棒で倒せると思ったのかな。ちょっと若干到着が遅れたんですけどね、いいですね。おお、めちゃ走ってるめちゃ走ってる。いい運動になるんじゃない君。いや、なんでそこで。ここ危ないから向こう行きなさい。めちゃ太ってるね、なんかだるまさんみたいだね。なになに、君まで何しに来たんだここに。OK、 逮捕しましたね。この人を撃っちゃったので救急車に乗せたいと思います。あとなんか持ち物持ってるかな。じゃあここにも1台救急車呼びましょう。ディルド持ってましたね。あとサングラスですね。君ディルド持ってんのか。じゃああとはこの人は、この人はね、救急車に乗せて病院で手当てを受けてもらいたいと思います。おお、この車かっこいいですね。これ実車の車だとなんだろうね、なんか忘れたけど、イタリアの車にこんな車なかったっけ。これは回収しておきましょう。その前になんか調べとこうか、中身を。何か入ってんのか君。ドライバーシートの方に血痕があって、そしてなんかキノコがありましたね。これなんか幻覚剤のキノコですね。とんでもない危ない感じでした。超危なかったですね。じゃあここはね、トラフィックストップしておきましょう。車が入ってきてね、大変なことにならないようにしておきたいと思います。なんかめっちゃ血出てるね。こんなに血出てたんだ。じゃあ車の回収を行います。あ、なんか何やってんの君。何やってるんだ、そこでなんで座ってるの。意味がわからないけど。あ、死亡しましたね、こちらは。検視官を呼ぼう。いや、君たち、君たち、ここ危ないから離れなさい。君たち離れなさい、ここ。何をしてるんだ、本当に。ということで、遺体の回収は終わりました。今の時刻はね、夜の10時ですね。そろそろ仕事も終わりなので、戻りたいと思います。めちゃめちゃかっこいいよね、これ。見てよ、この夜間に見るとえげつないほどかっこいい。ちょっとね、今度はね、夜間パトロールもやっていきたいと思います。どの車両使おうかな。
この車両めちゃめちゃ綺麗に光りますね。すごい。前から見るとこんな風になってますね。めっちゃめちゃ目立つね。かっこよすぎるな、本当に。これマイカーにしたいぐらいだ。あ、でもこれは僕の車じゃないので一回戻ろうか。またなんか事件が発生してるけどね、僕もう終わりだから。さあ、ようやく本部の方に着きました。仕事終わりましょう。なんか取られそうで怖いけどね、ここに置いてたら。めちゃめちゃ暗い。異常なほど暗いよね。どんだけ暗いんだここ、本当に。ホラーゲームかよっていうレベルの暗さですよ。ちょっとここら辺ね、もうちょっと予算足してね、あの街灯つけてほしいですね。もうここでひっくり返って死んでしまうんじゃないかなと思うんですけど、毎回。OK、着いたぞ。着替えます。装備品とかね、すべて返却しましたね。これでお家に帰りたいと思います。家に帰ってウイスキーでも飲みたいと思います。暗いなぁ、本当に。でもね、その代わり星がね、すごく綺麗に見えますね。おぉ、飛行機雲も美しいね、本当に。じゃあちょっとね、帰ろうか、お家に。見えないからね。これなんか襲われそうで怖いな。警官殺しとか来そうで怖いんですけど。ヘッドライトつけよう。暗すぎるわ、本当に。マジで暗いな。これは危なすぎるね。この車とかもね、カスタムしていったら面白いんじゃないかなと思うんですけどね。どんなカスタムできるんだろうね。それね、また今度やってみましょうかね。あー、行き止まりやん、これ。嘘やろ？ちょっと新米警官なんでね、まだね、道とか全部覚えてられてないんで。新米警察官なのでね、まだ全部ね、道とかね、覚えられてないんでね。じゃ、ここは右に行きましょう。左か？左に行けばいいんか？あ、これウインカーつかないんだね、これライトつけてる場合は。あ、前の方はつくんだ。でも後ろはね、反映されないですね。ここら辺がアメリカっぽい感じですね。これがロスサントスの車か。まあ一応前だけつけていくか。めっちゃ危ないな、引かれそうになったな。もうちょっとね、新米警察官なのでもうクタクタなんですよ。もう一日中働いてるんで、疲れ切ってね、死にそうになってます。すごいって。なんだこの絵文字は。天狗みたいな絵文字ついてるんだけど。ウィンカーって PS4 でできますかっていうことなんですけど、こちらはね、できないです。パソコン版だけですね。パソコン版も、しかもなんかモッド入れないとね、できません。ホウさんは、グラセフ界の異端児だ。みんななんか俳句作んのうまいね、本当に。コメント読まれた、嬉しい。顔文字かわいい、めっちゃ。こんなの初めて見たわ。さあ、ようやく自宅に着いたぞ。着きました、着きました。オッケー。ふう、疲れた。よし、これでいいですね。いやー、めっちゃ立派だな、本当に。ここに帰ってくるとね、ほっとしますね。じゃあ、お家に入ろう。家の中はね、こんな感じになってます。まずはちょっと赤ワインでも飲んでいこうかな。おー、いいね、美味しそう。うまい。うま。ちょっとね、ビールはないんですよね、僕の家には。なので、今度はウイスキーでも飲もう。やっぱウイスキーはめっちゃうまいよね。バーボンが好きなんですけど。うまい。うまいんで、もう一杯飲もう。なんか、画面がめっちゃ揺れてる。あー、酔ってきた、やばい。お腹いっぱい、お腹空いてる時に酒飲むから。めっちゃ酔ってる。あ、お酒弱いんだね。これはやばい。これはやばいですね。まあ、ということで、今回はですね、このあたりで終わりたいと思います。相当酔ってしまいました。これはもう死ぬ。死ぬほど酔ってるぞ。じゃ、それでは、また会いましょう。バイバーイ。